楽しみな対戦カードとなりましたね。はい、選手たちには自国の代表として素晴らしいプレーを見せてもらいたいですね。今日はベルギーがパナマと対戦します。福西さん、ワールドカップで活躍したことがきっかけとなりビッグクラブへの移籍が決まる選手もいますね。そうですね、ちょうど移籍市場が空いている時期にも重なってきますから、選手としてはクラブで活躍することが一番ですが、ワールドカップの活躍次第で注目度は上がりますから、どの選手もしっかりアピールするでしょうね。フィストスタジアムはコーカサス山脈最高峰の山、フィスト山の名を冠したスタジアムです。はい、屋根の形もその山の頂をイメージしたものだそうです。ベルギー代表のスタメンをご覧ください。攻撃的な 3-4-3 ですね。個々の選手の能力が重要です。パナマ代表のスタメンをご覧ください。今日はノーマルな 4-4-2 のフォーメーションです。2トップの選手が攻撃を引っ張ります。スタジアムにはいよいよといった雰囲気が醸し出されています。それだけこの試合が注目されているんでしょう。トビー・アルデバイレルト、エデン・アザール、ボールは戻されます。ドリブル、パス、選択肢は一つだけではありません。ブラス・ペレス。さあ、スタジアムのテンションが上がります。このファールはかなりゴールに近い場所です。十分に狙えますね。開始間もなくイエローカード、警告が出ます。いきなりイエローですか。フリーキックをゴールに結びつけることはできず。ですがセットプレーはチャンスになりそうですね。トーマス・ムニエ、アクセル・トマビツ、いい形でゴール前まで持ってきました。ルカク、アクセル・トマビッツ、相当な距離から狙いました。悔しそうですね。そうですね、ちょっと辛そうですね。アドルフ・マチャド、そのまま返します。ペレス、危険な位置です。緊張感が増してきます。ここで網にかかる。エデン・アザール、ケビン・デブライネ、素晴らしいボールです。ルカクにチャンスです。試合は始まったばかりですが早くも先制点が決まりました。立ち上がり疲れましたね。まずは落ち着くことが大事です。ここは巻いてきましたね。はい、よく曲がっていますよ。
キックオフからゲーム再開。スコアはベルギーがリードしています。ボールを取りました。さてどうする。ボールを運びゴールに襲いかかります。うまく読んだインターセプト。すぐ攻撃に切り替えたい。ガブリエル・ゴメス、トーマス・ムニエ、ドリース・メルテンス、おしゃれに決めてきました。ディフェンスを置き去りにした。ガブリエル・ゴメス、トーマス・ムニエ、ベルギーサイドにスペースがあります。味方を有効に使いたい。メルテンス、ここはベルギーがコーナーキックを得ました。デブライネのコーナー、エデン・アザー、ここはシュートは枠に飛びません。うまくコースを切っていましたね。ディフェンダーが見事でした。さあスタジアムのテンションが上がります。ヤニック・フェレイラ・カラスコ、相手が寄せてきました。トーマス・ムニエ、メルテンスにチャンス。クリアできるか。このボレーは枠に当たりました。最高のボレーでしたが少しだけ運がなかったですね。このボールはベルギーがキープしています。さあベルギーが攻撃します。このクロスはキーパーが簡単に処理しました。いいカットです。ボールを奪いました。エデン・アザール、ベルギーがボールを運びます。アクセル・トマビッツェル、サイドチェンジ。さあどうしますか。ルカクへ、落ち着いてクリア。相手ボールのスローインにしました。ボールがこぼれた。どちらが取るでしょうか。トーマス・ムニエは見事に奪いました。ヤニック・フェレイラ・カラスコ、いい形でゴール前まで持ってきました。アクセル・トマビッツェル、メルテンス、シュートのチャンス。カラスコ、入るか。歓声に押されたようなシュートでした。いいタイミングで打ちましたね。ベルトンゲン、アクセル・トマビッツェル、アザール、ケビン・デブライネ、危険な位置です。緊張感が増してきます。ベルギーがコーナーキックを与えられます。デブライネのコーナーで再開。ボールを運びゴールに襲いかかります。エデン・アザール、カラスコ、さあどうだ。
このボールは相手にクリアされました。ガブリエル・トーレス。前半終了です。スコアは1対0。リードは1点。フィシュトスタジアムはハーフタイムを迎え、現在後半の開始を待っています。さあスタジアムのテンションが上がります。これは入れさせない。いいボールを入れてきましたが、ここはクリア。激しいチャージ。受けた選手がカードの仕草でアピールをしていますが、どうでしょう。また通ります。ここの2人の関係が非常に光ります。今日のゲーム味方のサポートも来る。ここはキーパーが簡単に抑えました。前半はこの選手の活躍が目立ちました。ゲームをリードするゴールを決め、前半の主導権を取りました。後半も1点取れればかなり楽になりますよ。トーマス・ムニエ、アクセル・トマ・ビッツェ、次々にパスをつなぎます。リードしていますから焦る必要はありません。さあベルギーボールのフリーキックです。コンパニー、このシュートはさすがに強引か。キーパーがクロスをパンチング。スローインです。アドルフォ・マチャド、ここはボールを奪いました。いい読みでしたね。メルテンスがボールをもらいに下がってきた。ベルギーがボールを運びます。アザール、ナイスディフェンスです。デブライネがファーポスト、入りました。試合はまだ中盤ですが、さらに点差が開いてしまいました。これで2点差です。この点差を埋めるのは簡単ではないですよ。ここまでの展開をどう見ていますか。シュート数に試合の内容が現れていますね。チャンスを多く作り出しています。カットしました。ここはどうするでしょうか。いい形でゴール前まで持ってきました。デブライネ、このパスは読んでいました。ペレス、どこまグラス、ペレス素早く詰めたい。出しどころが見つからないか。エデン・アザール、危険な位置です。緊張感が増してきます。アドルフ・マチャド、アクセル・トマ・ビッツェル、この選手は最近非常に調子がいいですね。ゴールキックになりました。ここでカードを切ってきました。チームへの活性化となるでしょうか。ボールを運びゴールに襲いかかります。カラスコからのいいパンチングで止める。さあスタジアムのテンションが上がります。トーマス・ムニエ、これは残念。ボールを手放してしまいました。アドルフ・マチャド、ファールを取りません。流しましたか。ボールがフリーになりました。
ディフェンスが奪い返します。トーマス・ムニエ、エデン・アザール、これは見事なパスカットです。これは厳しい寄せでした。カードはどうでしょうか。主審がイエローカードを提示。近くで見ていましたね。ここはクルトワが見事に止めました。トーマス・ムニエ、さあベルギーが攻撃します。ルーズボールです。ボールはどっちだ。まだまだ安心できません。スローインです。フレッシュな選手の投入です。頭を使います。ニアを狙った。カラスコ、さあカウンターで一気に行きたい。ゴールに向かっています。うまいパス、入った。低く抑えた、いいシュートでした。そこにいましたか。これだけゴールに近いと。このゴールでさらに勝利に近づきました。完璧な試合運びですね。相手を終始圧倒しています。残り時間も少ない中、厳しい展開になっています。いい形でゴール前まで持ってきました。ガブリエル・トーレス、ファーポストにクロス。このクロスはキーパーが簡単に処理しました。トーマス・ムニエ、ガブリエル・ゴメス、いいところでボールを取りました。エデン・アザール、あと、ガブリエル・トーレス、試合終了のホイッスル。